さまざまなドラマに出演し多くの人気を得ている瀬戸康史さん。瀬戸さんは福岡出身として有名な俳優の一人です。中学時代、高校時代、大人になっても瀬戸康史さんは頭がいいと言われ続けています。瀬戸康史さんの学生時代、偏差値について調べてみました。瀬戸康史のプロフィール、愛称、瀬戸くん、本名、瀬戸康史、生年月日、1988年5月18日。身長、174センチメートル。出身地、福岡県嘉麻市。最終学歴、福岡県立嘉穂高等学校中退。所属事務所、渡辺エンターテインメント。目次、出身高校は高偏差値。瀬戸康史は福岡出身。瀬戸康史の出身中学は？瀬戸康史は頭がいいって本当。20位になりたかった過去。出身高校は高偏差値。瀬戸康史さんは2014年4月に福岡県立嘉穂高等学校に入学されました。当時10位を目指していた瀬戸康史さんは数学、理科が得意だったとのことです。福岡県立嘉穂高等学校には理数科があるので理数科に進まれたのでしょう。ちなみに理数科の偏差値は68で、福岡県内では久留米工業高等専門学校と並びトップクラスになります。瀬戸康史さんは勉強だけではなく、小学校3年生からサッカーにも打ち込んでいました。サッカーが上手くなるために小学校の頃から毎日 10km ランニングを欠かさず行っていた瀬戸康史さん。勉強だけではなくスポーツもできた瀬戸康史さんは、学生時代大人げだったのではないでしょうか。瀬戸康史さんは2015年7月に芸能オーディションを受け合格し、その後デビューが決まったそうです。デビューしたことにより上京することが決まった瀬戸康史さんは、2015年12月に高校中退が決まりました。瀬戸康史は福岡出身。瀬戸康史さんは福岡県嘉麻市嘉麻出身です。ツイートを見てみると、瀬戸康史さんが加藤一二三、ひふみんさんと同郷であることを公表していました。加藤一二三さんは将棋をしており、何度も名人になっている将棋界の大御所です。福岡県嘉麻市は緑が多く、虫もたくさんいる自然豊かな場所です。3兄弟の長男として生まれた瀬戸康史さん、小さい頃は兄弟で仲良く遊んでいたそうです。瀬戸さんが小さい頃に獣医を目指していたのは、自然豊かな嘉麻市で育ったからではないでしょうか。共演している方に福岡出身というと驚かれることが何度もあったそうです。福岡県嘉麻市はたくさんの訛りや方言があります。瀬戸康史さんは上京してから標準語を話すまで多くの苦労があったのではないでしょうか。瀬戸康史の出身中学は？瀬戸康史さんは2011年4月に福岡県にある伊根地区町立東地区中学校に入学しました。2021年現在、嘉麻市立稲月中学校に改名されています。瀬戸康史さんは中学時代サッカー部でした。サッカー部の中ではボランチという司令塔の役目を担って、オリ部員全員を引っ張っていたそうです。瀬戸康史さんは中学2年生の時、女の子に廊下で告白され交際が始まりました。高校1年生の間まで交際していたそうですが、急に彼女と連絡が取れなくなり別れてしまったようです。過去に嘉麻市立稲月中学校で写真集の撮影を行っていました。嘉麻市立稲月中学校の図書館には瀬戸康史さんの写真集も置いてあるそうです。瀬戸さんの存在は嘉麻市立稲月中学校では伝説になっているかもしれません。瀬戸康史は頭がいいって本当。
瀬戸浩二さんは高校2年生の冬、高校中退していました。高校中退しているし頭は悪いんじゃない、と思っている方もいるのではないでしょうか。実は、瀬戸浩二さんは小さい頃から獣医を目指すために毎日猛勉強をしていたとのこと。その結果、高校では進学校に入学するぐらい頭が良かったそうです。2021年現在では、瀬戸さんの英語力がすごいとファンの方から注目されています。英語を独学で学んでおり、現在は英語でコミュニケーションを取れるほどの実力者です。時にはバイリンガルの知人と英会話を楽しむこともあるそうです。瀬戸さんは、幼少期から大人になった今でも学ぶことを忘れず努力家であることが上記の内容からわかります。20位になりたかった過去。瀬戸浩二さんが通っていた福岡県立加穂高等学校の理数科は、偏差値68の進学校です。同じ高校出身の有名人といえば、ロイヤルホストの創始者の江頭恭一さんがいます。加穂高等学校は福岡県内偏差値ランキングでは17、460位とかなりの難関校です。偏差値、ランキングを見るだけでも瀬戸浩二さんは学生時代から頭が非常に良かったことがわかります。高校中退することなく卒業を迎えたとしたら大学に進学していたのではないでしょうか。もしかしたら獣医になりたかったという夢を叶えるために大学の獣医学科に進まれていたかもしれません。